野島 T リーグ3年目ラブオール最終第5ゲームは6オールからのスタートという T リーグ独自のルールになります。途中あの私が及川選手のペースになりかけてるということを言ったと思うんですけども、はい、やはりバックサイドに行ったボールをバックのラリー展開にしているところを上田選手はそこでストレートを使い出して、はい、まあ、入ったり入らなかったりなんですけども、まあ、そこでこう流れがこうどちらに行くかっていうところが、まあ、分からなくなってきたというところですね。 6-6 で始まります。ファイナル第5ゲームです。バックハンドロングサーブ最初のポイント、及川は T リーグのシングルスフルゲームは4回あります。そのうち3回を取っています。粘り強いですね。はい、セブンオール。回り込んだ及川、上田のバックハンドアウト。思い切って回りましたね、踏ん張った上田、8オール、2本サーブがあります。バックハンド、3球目、上田陣の形ですかね。はい、冴えています。もうですので主導権は上田選手が握っていると思うんですよ。はい、フォア側ミドル側に打ち切れるか。マッチポイントをつかめるか。払った及川、負けてませんね。これぞ全日本王者、9オール。そして自らのサーブを引き寄せます。青森山田同門対決、6球の先輩上田陣、及川瑞基は新しい全日本王者。上田のフォア、今のはなんか変なとこ当たったんですかね。マッチポイントが及川です。そして及川のサーブ、勝ってプレーオフファイナル進出を確定させるか。対応した及川、ラリーになった、アウト。全日本王者がその粘り強さを見せました。及川瑞基、フルゲームで青森山田の先輩上田陣を下す。伊藤さん、まあ、あの場面で9オールでチャンスボールが来て、はい、まあ、
まあ、雑なプレーはしないと思うんですけど、まあ、なぜこうミスが出てしまったかですよね。上田としては非常に悔しいところであると思います。そうですね。